こんにちは、マサトです。今回ですね、ビザに関して3つのアップデートがありましたので、それを今回お話ししようと思います。まず、ティズミットっていうのがありまして、オーストラリアのテンポラリースキルドマイグレーションインカムフレッシュフォールドですね。482ビザに関係したものなんですけど、今までだと雇用主側が7万ドル従業員に払わないといけないかったっていうのは、2024年7月1日より73,150ドル、3,150ドルアップっていうことになったってことで、直接こうビザを申請する人には関係ないわけなんですけど、場合によっては交渉しないと給料が結構厳しい。オーストラリアのね、最近のその CPI ですね、コンシューマープライスインデックス、まあ、消費者物価指数によると 4.6% ぐらいフレッシュフォールドを上げないといけない結果になっておりまして、それによって今回企業さんの負担っていうのは大きくなるわけですけど、まあ、直接的にはまあ給料が上がるってことなので、オーストラリアの生活する上ではまあ最低限そのぐらい稼がないと生活がしづらいってことなので、必要な、ね、増額っていうふうに思います。で、2つ目がですね、今までだと482申請条件として、その関連した職種の就労経験っていうのが最低2年間必要だったんです。11月23日からそれが1年になるってことなので、かなりこれはねホットな内容だと思うんですね。特に482を申請したいって考えている、ね、方がたくさんいると思うんですけど、そういった人たちに対して優遇された処置じゃないかなと思う。例えばワーホリとか働いて、その中でその経験を使って短期就労ビザが取りたい場合に2年間では結構きついですね。11月23日、それより前の場合は2年間必ず就労経験が必要となっていっております。それでは3つ目です。485の卒業ビザに関するエイジキャップ、年齢制限のことですけど、で7月1日にそれが50歳から35歳になるっていうことはまあ確定してるわけですけど、ただいろいろこうコンプレインがたくさんあってですね、少しだけですねモディフィケーション、ね、されたものがありまして、それはですね、マスターズバイリサーチと PhD、ね、博士号、この2つのみはですね7月1日以降も申請条件としての年齢50歳以内であれば OK っていう風になったとは言ってもですね、マスターズバイリサーチとか PhD をやってる、まあ、そんなに日本人の方が少ないと思うんですね。なのでそんなに当てはまらない人多いと思います。ただこの2つをですね、どっちかをやればですね、今35歳超えてても50歳まで、ね、申請485取ることができます。他のねディグリーに関してはもういずれにしても7月1日から35歳になってしまうということが残念なんですけど、確定っていうことなので、ここに関してはもう変わりようがないかなっていうふうに思います。今回の情報がですね少しでも役に立ったと思っていただける方は LIKE ボタンを押していただいて、まだ僕のマサトズ OG ライフのチャンネルをですね登録されていない方はぜひご協力の方よろしくお願いいたします。僕はですねオンラインの Google Meet を使って PTE というピアソンテストオブイングリッシュっていうね英語の試験の特別対策コースっていうのをですね提供しております。 PTE の試験のスコアが上がらないと、まあ、IELTS で勉強しているけどなかなかスコアが取れないから他の試験で試してみようかなって思っている方はですねぜひ PTE ですねやっていただいて、まあ、その中でやり方がわからないって方は僕のコースやっていただくことによってその辺のテクニックっていうのを指導しております。そのテクニックを使って反復練習をしていけばですね皆さん目標スコアに達しております。動画の概要欄下の方ですね、マサトズ OG ライフcom 公式のサイトのリンクを貼り付けておきます。そこから入っていただいて、まずはですね40分間の無料コンサルをね予約していただきまして、僕の方にご相談していただければなと思います。他に何か質問とかありましたら概要欄下のコメント欄の方にコメントをですね書いていただければ質問に答えさせていただきます。それでは次回の動画でお会いしましょう。 Thank you very much for watching and see you in the next video. Bye.